3個殴り合えよ。 3ラウンドあるけど、主な衣装に絶対すんなよ。朝倉 CEO にお聞きしたいんですけども、今回のブレイキングダウン初 その再戦ということで、その再戦というものに対してこう試合に期待したいことというのはどういうことですか？そうですね、やっぱり完全決着してほしいと思うし、まあ、本人たちもそれを望んでいると思うので、まあ普通に試合をすればなると思います。みんな満足いく結果に、はい。この 7.5 をその8に向けて考えたときに、これどういうようなこう大会にしていきたいと思ってますか？まあ、次8の開催が結構近いんで、この勝敗が大きく関わったりもすると思うんですけど、基本的に今 7.5 とか 10.5 っていうのは、その前の大会で拾いきれなかったものだったり、まあ、続きがあるストーリーをやっていきたいと思っているので、まあ、どちらかというとブレイキングダウン7の続きですね。ちなみにこの大会で一番 CEO が注目している一戦はどれでしょう？やっぱりメインですね。両者が納得するような結果にしてほしいなと思います。今の言葉を聞いてジョーリー選手と、健之介選手が思ったでしょうか？朝倉 CEO の期待で胸いっぱいです。しっかりけじめつけます。もう掴んでくんなよ、ちゃんと殴り合えよ。 3ラウンドあるけど、主な衣装に絶対すんなよ。おお、聞いてんのか？え、俺一人？ありがとうございます。